皆さんこんばんは。島川義光の朝までオールナイト日本風 YouTube ラジオでございます。日曜日の黄昏時を過ぎたところでございます。前回はですね、ゲスト2人を迎えての放送でしたけれども、大変音声の聞き苦しいところがありまして失礼しました。本日はいつもの室内でお便りのコーナーをお送りしようと思います。では早速ですね、最初のお便りの方をご紹介したいと思います。松戸市にお住まいのラジオネーム不思議の国のミカ様、ミカさんからのお便りです。島川さんこんばんは。こんばんは。先日島川さんの短編小説を読ませていただきました。その中で柴犬の丸が気に入りました。それ以外も面白いと思いましたが、あの小説のストーリーはどうやってできたのでしょうか。私も小説を書いているので参考に聞かせていただければと思います、とのお便りをいただきました。ありがとうございます。最近私も書いてますっていう方に結構いらっしゃってお会いすることがありますね。まあ、私はですね、小説のストーリーっていうのはこう日常生活のヒントからスタートしてるんですけども、何でもいいんですけども、例えば道、散歩しててですね、その中にこう例えばワンちゃんが、寝てるところに出くわしたとしてですね、このワンちゃん何を考えてんのかなとか、どんな名前なのかなとかね、そんなことをちょっと考えて、で勝手にこうキャラクターを、どんなキャラクターっていうかね、どんな犬なのかなとかを想像し始めるところがまずスタートします。でだんだんそういうのをいろいろねこう設定をしていくと、勝手にあとは頭の中でね動いていくんですよね。これ人間の場合も一緒なんですけども、ある、ね主人公の方が、最初のキャラクターを考えます。こういう環境で育って、これぐらいの年齢で性格でこんな趣味があって好きなものが何でとかですね、こんな設定をして、それにこう日常のこう、普段の会話だとかニュースだとか、それから、例えばね電車に乗ってて、目の前にいる人が例えばね、なんか悲しそうな顔してると、どんなことがあったのかなとかね、楽しそうな顔してると何があったのかなとかですね、そんなことを、想像してですね、その組み合わせが小説のネタになっております。参考になったかどうか分かりませんけどもね、そんなことでございますので、というとこです。じゃあこのお便りにはですね、星印3つほどね付けさせていただきます。お便りありがとうございました。さあ続いてのお便りでございますけれども、続いては、春日部市にお住まいのラジオネーム魔法使いになりたいさんからのお便りでございます。初めてお便り書きます。私は中学高校といじめられていました。友達もいません。でも親が働けというのでどうにか会社に入って仕事してます。私は人と話すのが苦手です。人の顔を見るのも苦手です。時折どうして私は生まれてきたのか、何のために生きているのか考えてしまいます。答えはあるのでしょうか、というお便りいただきました。辛い経験をされましたですね。ただ、魔法使いになりたいさんね、いじめに遭いながらもね現在仕事をしてるっていうことなんで、あなたはね自分にすごく自信を持っていいんじゃないかなと思うんですよね。いじめって言葉ありますけどね、今だにいじめもまだ随分多いんでしょうけども、いじめは犯罪ですからね、犯罪ですから、暴力ですからね、
まあ、いじめなんていうのは大体最低の人間が行う行為ですから、まあ、あなたがいじめる側に回ろうと思っていなければ自信を持っていいと思います。それからお便りの中にですね、何のために生まれてきたとか、生きているのかっていうことを自問するっていうことが、書いてありましたけれども、これもね極めて真っ当なことだと思いますね。まあ、人間はね、こう自我に目覚めることが何度かあると思いますけれども、まあ、そういった時ですね、こういった問題にぶち当たるんだと思うんですよね。まあ、ある程度自分と向き合ってきた人っていうのはみんなねそう思うことがあるんじゃないかと思います。ですからこの魔法使いになりたいさんはですね、まあ、きちんと自分と向き合っているということだと思うので、まあ、これは素晴らしいことなんじゃないかなというふうに、思います。で最後に答えはあるのでしょうかということなんですけれども、まあ、生まれてきたことの意味とかね、生きていることの意味っていうのは、まあ、一つではないと思いますしね。まあ、あなたにはあなたの答えがあると思いますけれども、まあ、こう生活し続けて生き続けていろいろ経験することそのものが、まあ、生きているということのね意味なんじゃないかなと、まあ、私自身はそんな風に考えています。このお便りにもですね、お便りは、星印3つ、ね、させていただきたいと思います。魔法使いさん、使いになりたいさん、ね、応援してますのでね、一緒に頑張っていきましょう。さあ、今日はですね、もうこの辺で、最後に曲を聴きながらお別れしたいと思います。今週も元気に参りましょう。さようなら。懐かしい。